皆さんこんにちは、ラザリアクラスの岩です。さあ今回はですね、萌ちゃんがお休みということで、私今一人なんですけど、今日は強力な助っ人を呼んでいます。今日出演してくれるのはこちら。皆さんこんにちは、ロザリオクロスのゆりです。今回は萌ちゃんに代わりまして、岩ちゃんと一緒にパルクル乗っていきます。わー、そう、今日はゆりちゃんに来ていただきました、はい、ゆりちゃんは自転車乗ります？普段あんまり乗らないんですけど、パルクルすごい乗りやすいって岩ちゃんとかからよく聞いているので、本当に念願なんですよ、パルクル乗るのが。いいですね、すごい楽しみです。初パルクルですね、はい、じゃあ一緒に楽しんでいきましょう。はい、今回はここ東海ビルにあるサイクルポートを出発します。それでは早速行ってきます。今回は葵区時和町にある東海ビルに設置してあるサイクルポートを出発し、梅屋町にある心花ステーションを目指します。自転車に乗ることおよそ3分、心花ステーションに到着しました。ということで目的地に到着しました。イエーイ。さあ1回目にですね、人宿町を散策したんですけれども、うんうん、今回も人宿町のおすすめのお店に行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。行きます。今回2人がやってきたのは人宿人情ストリートにあるティーズグリーンお町。静岡市蒲田にあるティーズグリーンの2号店として去年の2月にオープンしたカフェです。製茶問屋直営のカフェで、揚げ団子やかりんとうまんじゅうなどお茶と相性抜群の甘味のほか、季節限定でかき氷なども取り扱っています。店内は和モダンな雰囲気で、隠れ家的なカフェとして若い世代を中心に人気なんですよ。今回はお店のおすすめ2品をいただきます。まずいただくのは人気メニュー、お待ちのあかり。5種類の揚げ団子にアイス、かりんとうまんじゅう、飲み物がついたメニューです。揚げ団子は注文が入ってから調理するので、サクサクな食感が楽しめます。見てくださいよ、皆さんも、かわいい。もうこの名前がね、お待ちの明かりっていう商品なんですけど、お待ちにいる団子さんたちが何お茶会しているような、もうすごいかわいらしいセットで、もうすごく楽しみです。それでは早速、私はこのエゴマ唐辛子をいただきたいと思います。いただきます。揚げ餅なのですごいサクサクしてるんですけど、唐辛子っていうほど辛くはないので、程よいしょっぱさで、もうすごく美味しい。ごまが食感が程よく、こうなんていうんですか、揚げ餅とマッチしてて本当に美味しいです。続いて甘い揚げ団子の中から塩あんこをいただきます。あ、すごいお塩が乗ってますね、上に。いただきます。うん、これは美味しい。揚げ餅がちょっとしょっぱいので、うわ、後からお塩が来る、美味しい。
あの揚げ餅のサクサク食感を楽しんで、その後に甘いあんこの味が追ってきて、さらにその後にお塩のしょっぱさが追ってきて、あもうすごい美味しいです。皆さん食べてほしいです。人気の揚げ団子を味わったところで飲み物もいただきましょう。今回はプラス55円で変更できるメニューのうち、人気の抹茶ラテを注文しました。飲みやすい。すっごく美味しいですね。なんかこう抹茶の風味が程よくきて、甘すぎず、すごいこのお団子と合いそうな抹茶ラテですね。すごく美味しいです。続いてゆりちゃんがいただくのは、今の季節おすすめ青い絢爛。人気の揚げ団子に3種類のかき氷がついたメニューで、煎茶、抹茶、和紅茶のシロップがかかったかき氷に、それぞれ蜂蜜レモン、チョコエスプーマ、いちごジャムがトッピングされています。見てください、このおしゃれな感じ。もう今時って感じですね。今から早速いただきます。まず和紅茶のいちご味いただきます。すごい、いただきます。すごいいちごの味がふんわり口の中で広がって、後から紅茶の味が来る感じで、すごい美味しいです。変わり種のかき氷、思わずスプーンが進みますね。せっかくなので揚げ団子もいただきましょう。塩キャラメル気になるので食べていきます。いただきます。うん、すごいサクサク、びっくり。塩キャラメルの味もちゃんとして、お団子の味とマッチングバッチリです。すごい美味しいです。当店はですね、お茶と、まあ、甘味のバランスを五感で楽しめるようなお茶カフェになっております。金谷さんのお茶をメインに扱っているんですが、お団子とかそういったものとバランスを考えて作っておりますので、まあ、お茶だけでなく、まあ、お団子や甘味を楽しんでいただければなと思っております。で、美味しいお茶と甘味をご用意しております。ぜひ、お楽しみください。お願いいたします。ということで、ティーズグリーンお町さんをご紹介しました。さあ、今回ね行ってきたんですけれども、はい、すごい店内が和風で、うんうんうん、おしゃれでとっても素敵なお店で、揚げ餅もねすごく美味しくて、うん、とっても最高でした。ゆりちゃんどうでしたか？初パルクル参戦だったんですけど、うんうんうん、こうやって冷たいかき氷食べて、うんうん、揚げ餅食べて、うん、パルクル乗って外の雰囲気も楽しめて、いいですね、もう本当最高でした。次回もパルクルに乗って市内のおすすめスポットをご紹介しますよ。お楽しみに。今回2人が使用したサイクルポートはこちら。パルクルを初めてご利用の際は、公式アプリハローサイクリングをダウンロード、会員登録後アプリよりご予約ください。